8月1日に原宿で、イルをオープンした、代表の、坂井元樹です。よろしくお願いします。同じくイル代表の西村です。お願いします。ああ、流星の、はい、流星はもう本当にストイックですよね。まあ僕らからしてもかなり若いのに、まあ、センスありますよね。本当にやっぱり飲み込みも早いし、多分要点を抑えるのも早いし、多分数はそこまでやってなくても多分すぐ掴めるタイプで、多分客観的に物事も考えられるし、人の気持ちも分かってしまうタイプな気がします。なので人付き合いもかなりうまいし、全ての行動に意味があって多分動いてる人なんだろうなっていうのは傍から見て思う感じですね。刺激的な一人の美容師ですね。そうですね、センスもあって、でもセンスメインってよりは努力か。なのでもう本当にあれですよね、意味のある行動しかしないって言い方は悪いかもしれないですけど、本当目的があって全てのことをやってるんだろうなって、なんか一分一分無駄にしない意識でやってるかは分からないですけど、多分それぐらいの吸収の仕方、一日一日で、まあ、人生全て勉強になってる子なんじゃないかなって思います。Show me where I find myself breathing from.
そうですね、僕は基本的に、まあこれを言うとあれですけど、
ちょっと意外かもしれないですけど、あの意外かもしれないですけどというか、服の整理をしますね。なんか分かんないですけど、なんか夜帰ってきて、僕あのポンってこうソファーに置いたりとかするんですよ。結構でそのまま出るのが嫌なんで、夜何もしないんですよね。夜帰ってきて何もしないんで、まあ、夜なんか買ってきたりとかして、まあ普通にまあペットボトル置いてたりとかするんですよ、まあ、飲んだものが。でそのままもう疲れてるから、もうパワーもない状態なんですよね。だからもうお風呂入って歯磨きして、まあ、寝るみたいな感じなんですけど、あとまあインスタやってとか、本当にもう極力家で体力使わないみたいな、帰ってきた時に。で朝はちょっと起きるために、まあ、ちょっとこう軽く身の周りの片付けをしてから出るっていう風にすると、帰ってきた時にあのちょっと気持ちいい状態で帰ってこれるんで、なんかこう安らぎになるんで。でもさっき頑張ってきたから、もうだらける、家に帰ってだらけるで、朝ちょっと片付けるっていうのを繰り返してると、まあなんか自然的になんかやってることかなって。子供を保育園に連れていくっていうのが吹いてしまった、ね、一発目それ言うんだよ。毎朝7時40分に家を出て、50分に保育園に着いて、子供を送り、8時4分のバスに乗りますね。ギャルじゃん、もうそれも。いやもうぐらいしか、もう洗濯物毎日畳むぐらいから洗濯物朝畳んでますね。嫁が前日とかに洗濯してくれて、干してくれたやつを僕が朝畳んでしまうっていう作業、モーニングルーティンですね。
出身で上京してきて人生初めてのブリーチで処理するんで。あ、いいね、ついに。飽きた、飽きたって。飽きてますよ。俺もまず白くなりたいんだよ。レストラン。レストラン。色もできる。あとちょっとなんかおしゃれな感じ。言わずに作るって。一冊ですね。いやいや、だいぶ違うよ。超いいじゃん。じゃあ大事なところで。7しか忘れたんだけど。そこは海外。頭皮。